皆さんこんにちは。アダックスセールスアソシエイツの横山です。余罪管理大学へようこそ。本日のテーマは、なぜ営業マネジメントは Excel でいいのかです。今日の動画はおそらく神回になると思っています。これまで余罪管理大学の動画200本近く撮ってきましたけれども、私今回のコンテンツはとても気に入っています。すべての経営者、すべての営業部長、すべての営業課長、そしてすべての現場で活躍している営業パーソン、皆さんに聞いていただきたい。営業マネージャーだけでなく、営業に関わるすべての方々にぜひ知っていただきたいことです。目標を絶対達成させるためには、自分自身のマネジメントももちろん必要ですし、組織のマネジメントも絶対に必要です。ぜひ最後までお付き合いください。それでは行きましょう。今回のテーマは、なぜ営業マネジメントは Excel でいいのかです。私は現在52歳です。29歳の頃から日立製作所で SFA、CRM、営業支援システム、顧客管理システムの設計開発、そして導入の支援に関わってきました。そして35歳に現在のアタックスグループ、アタックスというのはアカウンティングとタックスですので、会計と税務のこのコンサルティング会社に転籍しました。そして現場に入って目標を絶対達成させるコンサルティングを17年近くやってきて、で、現在の答えは営業マネジメントは Excel でほぼいいんではないかということになっています。20何年も前から SFA、CRM に携わってきて、そしてこの SFA と CRM、この情報システムはずっと進化を遂げてきてるわけですね。にもかかわらず、相変わらずExcel でいいと私は言ってるのはなぜなのかということです。Excel での管理はとても古い。今こそ情報システム化をしましょう。リレーショナルデータベースによって顧客管理をして営業の生産性を上げていきましょうというのはもちろん IT 企業の言い分です。Excel よりもデータベースの方が絶対に使い勝手がいい、機能的にメリットがあるというのは当たり前の話ですね。しかし、機能が優れていれば必ずそれを使わなくてはならないのかっていうとそうではないと思いませんか？どうしても情報システムを使って営業活動の見える化をしたい、プロセス管理をしたい、機械損失の抑制をしたい、受注の平準化をしたい、そしてできる営業とできない営業の差を減らしたい、そのように思われている方いっぱいいると思うんですけれども、それは確実に手段の目的化です。目的は情報システムを活用することではなくって、目的は何でしょうか？営業マネジメントの目的は一体何かと聞かれた時にそれをパッと答えられるでしょうか？これが答えられないんであれば判断しようがないですよね。まず目的を持ってお客さんのところにお伺いしなさい、お客様とコンタクトを取りなさい、お客様と商談を進めなさいっておそらく経営者の皆さん、営業マネージャーの皆さん言ってると思うんですね。じゃあ営業マネジメントの目的とは何か？営業マネジメントの目的をしっかりと理解もしていないのに活動を見える化してもいけません。情報システムを導入してもいけません。営業会議を進めてもいけないわけです。全ての手段が目的化してしまうということになるわけですね。手段が目的になれば当然生産性の悪い仕事になっていきます。私どもが考えているのは2つです。まず当たり前ですけれども組織目標を達成させるということです。そしてもう一つは部下育成です。そして手順があります。手順はまず目標達成です。目標を達成しようとしていると部下が育っていく、組織が育っていくというふうに考えるんです。部下を成長させれば目標が達成するではない、組織を成長させることによって目標が達成するでもない、目標を達成させようと頑張ることによって試行錯誤を繰り返すことによって結果的に部下が育つ、組織が育つ、このように考えていきましょう。なぜそうなるのかということをですね、今からお話をしていきます。必ず覚えておいていただきたいのは目的が分かっていない人ほど手段に走るということです。どうすれば目標が達成するのか考えましょう。そしてどうすれば部下が育つのか考えましょう。そのための一つの手順を今から簡単にご説明したいと思います。非常に有名なマッキンゼーのフレームワーク、空、雨、傘です。空を見て雨が降りそうだから傘を持っていこう。この非常にシンプルな考え方、とても素敵です。シンプル is beautiful なんです。シンプル is the best ですね。シンプルであることがとても美しいんです。私たちは日本人です。シンプルであることが美徳なんですね。マネジメントもシンプルであることがとても重要です。複雑にすれば複雑にするほどうまくいきません。なのでこのシンプルなフレームワークを叩き込んでいきましょう。空、雨、傘です。空を見るというのは状況を確認するということです。2つ目、雨が降りそうだと分かった。これは解釈をするということです。そして傘を持っていこうという宣言は行動宣言です。なので状況を解釈、そして行動、このように考えるわけですね。ですから営業マネジメントする上でも今の営業活動をファクトベースで状況を確認する、現状分析する、現状認識するっていうことがとても重要です。そしてその次にそのデータを見てどのように解釈をするのか、自分一人で考えるっていうこともありますし、組織みんなで考えるっていうこともあります。ではその解釈をしたらどのように行動を変容させていくのかを宣言するということです。よくあるのは解釈はしたんだけれども行動を変えないっていうことがありますね。このままだとうまくいかないっていうことは分かりますよね、分かりますよね、分かりますよねってみんなで共有して、確かにこのままではうまくいきませんねと。でもそうは言ってもなかなかね、行動を変えるのは難しいから、とりあえず今のままやっていきましょうかっていうふうになると行動変わっていかないですよね。これはどういうことかっていうと、空を見て雨が降りそうだと分かったんだけれども傘を持っていかないということです。このような心理状況を現状維持バイアスにかかっていると言います。空を見て雨が降りそうだって分かっている、それはもう分かってるんですよ。分かっているんだけど傘を持っていくのが面倒くさい、ひょっとしたら雨が降らないかもしれないしねということです。このままいっても目標達成するかもしれないから別に変えなくてもいいんじゃないっていう、こういう発想ですよね。これはダメです。このシンプルな考え方、簡単そうで意外と難しいですよね。まず最初に状況を確認する。先ほどファクトベースという話をしました。ファクトフルネスという大ベストセラーがあります。こちらのファクトフルネスです。皆さん読まれたでしょうか。今の時代は人の意見、人のバイアスがかかった、その人なりのフィルターで見た認識、それをベースにして物事の解釈をするっていうのはやめましょうということです。客観的なデータに基づく事実、ファクトで現状認識していきましょうというのが今の考え方です。その上でどのように解釈していくのか、ここがマネージャーの腕の見せ所ということです。そしてここにマネジメントの基本と書いてありますね。マネジメントの基本は2階層になっています。まずは営業マネジメントをする上では営業個人個人が空、雨、傘のフレームワークを使って現在の状況を確認し、そして自分自身で解釈し、自分自身で行動を変えていくということです。ですから他の人から空を見てごらん、雨が降りそうだろ、傘を持っていったらどうかっていうふうに言われるんではなくて、自分自身で空を見て、そして雨が降りそうだと、過去の体験からして間違いなく降りそうだ、おそらく 60%、70% の確率で降りそうだから、じゃあ雨に降られるのは嫌だから傘を持っていこうということですね。まず自分自身でマネジメントする、セルフマネジメントするということが基本中の基本なんです。ですから自分自身で考えるようになる、自分自身で創意工夫するからこそ営業個人個人は考える習慣が身につくし、そして自分自身で育っていく、成長するということです。ところがそれだけではうまくいかないことが多いですので、マネージャーがいるわけですね。手順としてはまずは自分でマネジメントする、そしてその後にマネージャーも同じようにマネジメントする。なぜ雨に降られたんだい、君の判断基準はどうなってるんだ、解釈の仕方がおかしい、もしくは現状の確認の仕方がおかしい、いつもどのように状況確認してるんだいっていうふうにマネージャーが部下に伺いますよね。いつも私はこう空を見ていますと言います。そうするとマネージャーはそこを見るんじゃないよ、ここを見るんだよというふうに言うと、なるほどと部下は学習するわけです。しかしそれでも判断を誤るということがあります。そうするとまたマネージャーがどうしたんだと、マネージャーから教えていただいた通り私はここを見てこの空の状況を確認しましたと、じゃあなぜ雨が降らないと解釈したんだいってマネージャーが聞くと、いやこれぐらいだったら雨降らないかなと思ったんですと部下が言うので、違うんだと、確認する場所は確かに同じようになってきた。 OK、 分かってきたな。しかし解釈の仕方がおかしい。このような状況になってきたら、これは雨が降りそうだと判断してくれ。こういう場合は傘を持っていくんだよと。あ、そうなんですねと。これ繰り返し繰り返しやるっていうことはとても重要です。なのでまずはじめに営業個人個人がこのようなフレームワークを使って自己マネジメントをするということが重要です。そしてその後にマネージャーが定期的に抜け漏れがないかっていうものを指摘すると。これを繰り返していくことによって個人目標が達成しやすくなりますし、そしてその個人の集まりである組織の目標も達成しやすくなる。当然のことながらその結果部下が育っていくということがあるわけです。ここをせずに常にマネージャーが指摘していると自分たちで考えるってことをしなくなります。これすごく重要なんですよ。なので日頃から全然考えずにみんなが集まって状況報告を言葉だけでして、しかもそれがファクトでもない、自分自身の意見認識だけで共有して、そして会議の席で上司が指示をしたりアドバイスするっていうのはマネジメントにはなっていないということなんです。ここで一番大事なのは営業担当者自身がセルフマネジメントをするということです。じゃあこのセルフマネジメント、1日に1回やればいいのか、1週間に1回やればいいのか、自分自身で営業活動していて、でたまに立ち止まってこれはいいんだろうか、これはいいんだろうかっていうふうにやるのか。違うんです。営業活動をやりながらセルフマネジメントをしていけばいいんですね。もちろん精度を高めるためには1日に1回立ち止まるとか、1週間に1回自分自身で立ち止まって仮説が正しいかどうか検証行動をするっていうのはすごくいいんですけども、でもね、なかなか難しいですよね。再現性がない気がします。なかなかそこまでやってくれるような営業の担当者いますでしょうか。なかなか難しいと思いますので、じゃあどうすればいいか、常に意識するようにすればいいんです。常にこのことを考えなきゃいけないな、このことを考えなきゃいけないなというふうに思い続ければ立ち止まる必要がないんですね。で、常に意識するということはどういうことかっていうと、常に頭にあるような感じにしておくということなので、覚えやすいような指標ということがとっても重要なんですよ。覚えやすいような指標ということです。覚えやすいような指標を3つから5つ、5つが私は限界だと思ってます。できればまだそのような文化が定着していないんであれば、もう最初はね、1個とか2個なんです。それを意識させるっていうことがとても重要です。なので当然目標を達成するんであれば、目標の数字っていうものを意識する。だけど目標の数字を意識するだけではなかなかうまくいきませんよね。ですので目標を達成させるためには、じゃあどのような KPI が必要なのか、キーパフォーマンスインジケーターというものがあります。 KPI とか KGI、 キーゴールインジケーターです。このようなパラメーターをしっかりと組織で決めておくということです。このような KPI とか KGI、 指標をちゃんと確認するということなんですよね。皆さんの組織でそのような指標をちゃんと決めて意識させれば、今このような状況だから足りない、もっとこうしなければいけない、行動の量を上げていこう、もしくは行動の質を上げていこう、行動の質を上げるためにはこれとこれとこれを意識しなくちゃいけないな、こういうことなんです。これを自分自身でやっていて、でもそれでも足りないんであれば、マネージャーがここは足りないんじゃないか、ここはもっと考え方を変えていったらいいんじゃないかというふうに指摘をしていけばいいんです。この YouTube チャンネルは余罪管理大学と言います。余罪管理というのは目標の2倍の余罪をあらかじめ仕込んでおいて目標を絶対達成させる営業マネジメント手法です。目標の2倍の余罪ですので、当然 KPI は余罪の量です。まず質の高い余罪がちゃんと平均して2倍以上維持されているかどうかっていうものを必ず認識させるということが重要です。さらに言うと、余罪のコンバージョン率であったり、行動の量であったり、キーパーソンとの接触回数であったり、もし組織対組織で営業活動しているんであれば、組織に対する面接触と私どもは表現するんですけども、この面の接触ができているかどうかっていうものも私どもは KPI として指標化することがあります。こちらを見てください。これが余罪管理ダッシュボードです。現場に入って支援をするときに、このような余罪管理のダッシュボードというものを作ります。これはお客様によって当然形が変わってきます。お客様によってどのようなパラメーターが KPI、KGI になるのかが変わってくるからです。しかし、余罪管理をやる以上は代表的なもの、先ほどお話ししました。余罪の量、余罪の平均単価、余罪のコンバージョン率、お客様との接触回数、キーパーソンの接触回数、面接触の比率、こういったものが大体パラメーターとして使うことが多いんですね。で、その指標だけを追いかけていって、現状を確認して解釈するんです。なぜ余罪の量が潤沢にあるにもかかわらず、余罪のコンバージョン率はこの人は低いのか。A さん、B さん、C さんは余罪の量はこの人よりも少ない。2倍は超えてるんだけど。でも余罪のコンバージョン率は高い。じゃあこの人は何が問題があるのか。そうすると、面接触をちゃんとやっていないっていうことが分かった。これを状況確認ですね。なるほど。面接触をちゃんとやっていないということが問題だと。このように解釈したら、じゃあどのような行動変容をしたらいいのか。自分自身で解釈する。もし解釈できないんであれば、マネージャーがアドバイスをする。このようにすると、シンプルにマネジメントできます。もちろんこの余罪管理のダッシュボードというのは Excel で作っています。で、この余罪管理ダッシュボードを作るための元となるデータはどこにあるのか。まずはもちろんこちらの余罪管理シート。そして、その前に KPI カウントシート。この2つの運用だけです。この2つのシートっていうのは1週間に数回メンテナンスするだけで OK です。ただ、このデータを作る上で事前にこちら余罪ポテンシャル分析シートっていうものが必要だったりします。さらに余罪コンバージョン率をアップさせるために、はい、こちら余罪配線図っていうものを使ったりします。余罪配線図は Excel じゃなくてもいいんですけど、その他のシートはほとんど Excel シートで作っています。つまり、正しくマネジメントするためにはシンプルでなくてはならないということです。シンプルにすることによって人は考えるようになります。こちらを見てください。こちら、昔流行りましたね。長財布。私も持っていました。この長財布に私もお札をいっぱい入れていました。1万円札を3枚も4枚も、1000円札も3枚、5000円札も1枚、500円玉2枚、100円玉も10円玉も5円玉も1円玉もたくさんないと心配でしょうがなかったからです。そして使うかどうかは分かりませんけれども、ポイントカードがいっぱいあります。もらったレシートもそのまま入れっぱなし。病院に行ったら診察券を財布の中に入れて、そしてその病院に何度も何度も通って病気が治ったにもかかわらず、その診察券は財布に入れっぱなし、クレジットカードは3枚も4枚も入れておく。もちろん保険証も入ってるし、自動車の免許証も入っている、定期券も入っています、名刺まで入っています、付箋まで入ってるかもしれません。こういった財布、誰が見てもよろしくないですよね。そして財布をちゃんと管理できない人というのは、お金持ちになれないっていうのは、どんなファイナンシャルプランナーも言うことです。当社はお金を扱う税理士、会計士がたくさんいます。税理士が書いた書籍でもそうですね。儲かっている社長ほど財布の中身がとても美しい、綺麗だということです。私が現在使っている財布はこのような財布です。とっても小さい財布です。名刺入れと同じような大きさです。見た目はあんまりゴージャスじゃないですね。この名刺入れサイズのミニマリスト向けの財布に私は何を入れているかというと、クレジットカード1枚、保険証と免許証が1枚ずつ、1万円札や5000円札や1000円札、そして小銭はその日の活動によって仮説を立てて出し入れをしています。今日は現金をたくさん使うかもしれないというんであれば、1万円札を入れることもあります。しかし、自分自身の行動範囲を考えたら、キャッシュレス決済だけで十分だっていうんであれば、お守りのつもりで1000円札が何枚か、そして100円玉が3枚4枚、10円玉が3枚4枚ぐらいしか入れないようにしています。もちろんポイントカードであったり、診察券であったり、レシートとか、入れることもありますけれども、必要な時だけです。毎日必ず財布の中を見て、ブクブクにならないように、これはいらない、これはいると出かける前に見ているわけです。何があるかわからないからいっぱい財布に入れておけばなんとかなるという発想ですと、常に考えるっていうことはできないですね。そして自分を律することができません。自分自身の行動を常に仮説を立ててやっていれば、財布の中に何を入れていればいいのか、精度が上がっていきます。つまりあちら書いてありますね、 Excel で表現できることっていうのはとても限界があるんです。でも自分自身の営業組織のことが分かっているんであれば、限られたスペースの中で何を表現するのか常に考えておく、この癖ができます。縦軸にどのようなパラメータを、横軸にどのようなパラメータを設定するのか、これを常に考えているかどうかなんです。今の時代は断捨離の時代です。断る、捨てる、離れるです。欲しいと思ってどんどん購入して、そしてゴミ屋敷のようになっている、そういったお家ってありますよね。そういったお家ってどうですか？物にあふれた家というのは家族に対して関心がいかないというふうに言われています。組織もそうです。みんながメールチェックばっかりしている、会議ばっかりやっている、資料ばっかり作っている。そうすると人に対して関心がいかない、意識が向かない。そうすると当然のことながら心理的安全性は上がっていきません。上司と部下の人間関係もうまくいかないんです。必要なデータだけがあればいいんです。先ほどの財布の話と一緒です。何の状況を確認するのか、その精度を上げてください。どんなに複雑になっても3枚の Excel があればほぼ十分です。下を見てください。リレーショナルデータベースがあります。お客様のところにお伺いしたら、これとこれとこれを聞きなさい。そして会社に帰ってきたらその状況を常に情報システムに入力しなさい。お客様の情報と必ず紐付けてください。お客様の情報を正しく入力してください。 NTT というのは正しい会社名ではありません。ですから検索の仕方を間違えないようにしてください。もしお客様の所属先が変化したら、その所属先も必ず名称を確認してアップデートしてください。今日の商談、どの部署の誰が出ていたのか、関連会社の人が来ていたんだったらその名刺情報も必ず入れてください。その人はどのように発言したのか必ず入力してください。その入力したデータっていうのは必ず次生かされますからって IT 企業は言いますけれども、確かにその通りです。私も20何年前からそのようにお客様に対して言ってきましたから。しかし実際はほとんど使わないわけですよ。本当に使いますかということです。マネジメントする上であのデータベースが自動的に生成されるんだったらいいんですよ。小売業だったらそうですね。POSシステムでピッとやれば、ピッピッピッとやれば自動的に入ってきます。生産管理システムで IoT とか使ってデータが自動的に収集されていくんであればいいんですけれども、営業のシステムっていうのは営業自身が入力するっていうのが基本なんです。どんなに OCR のソフトアプリケーションが進化したとしても、この手間というのはゼロにはならないわけですね。そうするとどんどん入力作業に時間が奪われていきます。生産性を上げていかなくてはならない。必要だから、いつかは使うから。断捨離をする上で皆さんよく聞きますよね。いつかは使うというふうに言って捨てないものってあるじゃないですか。いつかは来ないんですよ。いつかは使うからと言って入力するデータ、本当に使いますかということです。本当に使うデータだけを Excel で表現する。そしてそれをマネジメントに生かす。常に頭の中で意識する、そのデータだけを入力する。これでいいんではないかというのが現時点での私の結論であるということです。人を育てる上で考えるっていうのはとても重要なんです。考えるプロセスというものをしっかりと作っていきましょう。そして自分自身で創意工夫する、この習慣を部下の皆さんに身つけていただきましょう。仕事を楽しむと言いますよね。仕事を楽しむためにはどうすればいいか、名著に書かれています。この書籍、創意工夫の連続なんです。好きな仕事をすればその仕事が楽しくなる。違います。好きでもない、嫌いでもない、そういう仕事でも創意工夫をすることによってだんだんうまくいく。この経験を積み重ねることによってその仕事が好きになっていく、楽しくなっていくってことがあるわけです。営業担当者の皆さんが考える、営業担当者の皆さんが成長する、そしてその仕事を楽しむ、やりがいを感じるために、私はシンプルなマネジメントを強くお勧めします。もちろんデータが先にあって、そしてデータを見ることによって水平思考的に、クリティカルシンキング的に新しいアイデアが生まれるっていうことはあるんですけれども、これはかなりの上級者向けの話です。まずあるもので賄う、今ないものを手に入れることによって今成し遂げられないような成果を手に入れられるではなくって、今ないからこそ知恵を絞るというのがあるわけです。今の時代は今あるもので賄っていって成果を出す、これが環境に優しい経営だと私は信じています。情報武装というのは非常に重要なテーマです。しかし情報武装をすることによって、あったらあったで使うというものが増えすぎないように気をつけていきましょう。今回の動画はいかがだったでしょうか。ぜひ皆さん、余罪管理大学に入学していただきたいと思います。入学方法は簡単です。この YouTube チャンネルに登録するだけ。そしてこの動画参考になった、気に入ったという方はいいね、高評価ボタンもよろしくお願いします。そしてこの余罪管理ぜひ身につけたいという方、概要欄に余罪管理トレーニングプログラム、こちらを紹介する動画がありますので、ぜひこの動画もご確認お願いします。また皆さんお会いしましょう。本日はありがとうございました。